前回共通テストの結果を踏まえ最終志望を決めた文科生たち、理算じゃなくて理科しかに出すことにしました。二次試験に向けてそれぞれ勉強に励む文科生たちをサポートするべく河野が動く。あ、河野でーす。お、こんにちは。お願いします。お邪魔します。お邪魔します。よいしょ。さっきの問題どうだった？あ、いや、あれ多分結構間違ってて、あ、いや、でもね、論理は間違ってないはず。まあ、イカシャの問題って数学とかって結構誘導定理だよね。そうですね、でも、うん、全くない問題もあったりして、うん、まあ途中でなんか詰まったとしても部分点は取りやすいみたいな、そうですね、そういう問題が多いなっていう印象ではあるので、まあそこをちゃんと取れるようにしていきましょう。じゃあ今回問題演習をしたいっていう感じだよね。はい。難しい問題を用意してそれを解いていく中で、そのどういうふうな思考プロセスを踏んでるかっていうのを見ていくっていう感じだよね。お願いします。 OK。 元気のリクエストは数学の問題演習、解いていく過程も河野がチェック。うん、 KAK プラス2、まあ、こういうふうに変換することでここが1に収束するから、これがマイナス4分の π 以上に収束するって言ったらいいっていうのも、まあ、一応なるほど。ここの部分が収束するんだけど、これ不思議だよね。 K 二乗 KAK のマイナス1が収束するのに K 括弧 K AK プラス2引く1も収束する。本当にポイントとしてはいかにして誘導っていうものを言語化するか。あまりにも複雑だなっていうふうに思ったら、構造を単純化していく。この問題どうせ解けるように設定されてるからうまく言い換えられるんだろうなっていう目線で問題を見ていると、まあ、道は開きやすいかなっていう感じです。はい、ではそんな感じで頑張ってください。いや、本当今日扱ったの、ちなみに入試問題の中で難しい問題だからね。でもそれでも結構戦えてたから、そこは自信持って突き進んでください。スターディーのオフィスで勉強することもある後期、この日は河野が直接指導。いや、でも順調でしょ。ああ、そうだから本当に落ちないように、その自分のあと伸ばせる伸びしろの部分を補強していって、まあ本当落ちないように落ちない確率を上げてるって感じですか。前の模試ってさ、はい、数学100何点とか、前104ですか。104でしょ、すごいよ。なかなか取れるもんじゃないから。今期のリクエストは難問への向き合い方。すでに得点力はあるが、もう一歩力をつけたい。まあ、とりあえず難しい問題を解いていく中で、どういう風な思考をしているのかっていうのを聞いていくか。そうですね。 OK。ここにどうやって拡張するかって感じ。そのね、思考プロセス一番いい筋っていうね。なるほど、うん、もっと自分が知ってる簡単な問題ってどうやったっけから考えてるのはめちゃくちゃいいこと。1本少なくなったやつを1個足せば、うん、ああなるほど、そうそうそう、意識的にこれって要はこういうこと言ってるのかっていう、まあ一種の要約力じゃないけど、そこをちょっと意識してもらえればいいかなって思いました。はい、はい、そんな感じでお疲れ様でした。順番として、パソコンに向かって話す河野、今日は何をしているのか。テーマっていうのをまずは自分で短く言語化しましょう。では準備は揃った感じですかね。皆さん見えてますか？見えてます。見えてます。じゃあここに、まあ、なんか丸だったら丸っていうふうに書き込まれていくので、今回文科生たちには最後の追い込みとして、まあ、河野塾イズムから新しくリリースされます河野式の形式で勉強してもらいます。
まあ、公の式とは僕がね、あのいろんな試験に最短合格する中でたどり着いた僕が考えうるあのもう最強の学習メソッドで、めちゃめちゃ話し合いましたね、はい、これに関しては、はい、そうなんですよ、はい、まあ、知識を事前に学習してきてもらってから、でオンラインで少人数制で競い合いながら徹底演習してもらう、そういう学習スタイルですね、うん、要はだから徹底基礎講座をもう事前にこう、うん、こんぐらい見てきてねって言って、うん、でそれに基づいた応用問題とか初見の問題を解いてもらうっていうあれなんで、うん、そこでもう応用することまでっていうか、うん、入試問題を解く頭を使い方までをなんか面倒見る仕組みになってるので、うんうん、しかも競い合いながらだからみんなこうやらなきゃってい う, こうモチベ持って、まあ、楽しくゲーム感覚で学んでもらえるっていう、その都度その回答の成否だったり進捗だったりっていうのが生徒間で共有されるので、まあ、学習効率が上がりますし、そのみんなが解いているその過程っていうのがもうオンタイムでもうプロコーチたちと共有されるので、もう一番いいタイミングで一番いいアドバイス、まあ、ヒントだったりっていうのを出すことができるんですよね。スタート。今回赤門同情生も公の式に挑戦。幸喜くんのチェックいきます。オンラインノートを使いリモートでも回答と添削が可能っていうのと、その原因が発展した内容っていうのがこれに限らないよっていうところをぜひその読み解けるようにしておいてください。わかりました。では新田くんの方のチェックに移ります。まあ、どっちかっていうとこういう要素は一つ入れてほしかったかなっていうふうに思いますね。まあ、でもそれ以外はとてもいいと思います。まとまってるので良いと思います。では続いて第4問に移ってください。正解すると得点表が丸に。ゲーム要素と仲間との競い合いで、はい、モンカちゃんチェックします。やる気もアップ。いいと思います。ただ多分文字数的にはまだちょっと余裕があるのかなっていうふうには思っていて、そのままカタカナで書いてもらってもいいんですけど、例えばこういうふうにすると文字数制限、文字数を削ることはできるかなっていうふうに思います。元気くんチェックします。どういう方針だ。あ、その最後の一手で倍分けして全科式立てるっていう、今これをここに代入してみてちょっと結論が違ったんですけど、こっちですね、すいません。いいと思います。物理世界だとなんかこう一人一人こう見に行くっていうのが難しいんだけど、うんうん、オンラインだからこそなんかこうノートがもう全員見えてる、見えてるから何考えてるかが丸分かり。あ、この人ちょっと方針このままだと泥沼にはまるなとかっていうのを見ながら、じゃあ今このタイミングでこういうヒント出したら最大の人が助かるんじゃないかなっていうのを出せるっていう、日頃の学習のアドバイスとかもしやすくなりますよね、うん、実際その今試験的に運用していて、うん、受けてくれてる人、うん、もうものすごい成績伸びてくれてるじゃないですか。素晴らしいですね、はい。まあ、本当にこう意欲がある人、そしてあいつらに負けたくないみたいな負けず嫌いの人とかは、うん、もう中学生高校生問わず もうものすごいあの成績伸ばしてくれてますよね、うん、本リリースまでにはもうより完璧に仕上げていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。うん、お、今日もやってるね。おはようございます。おはようございます。どうですか、今日。まあ、だいぶ苦労してます。いやね、英語とかさ、まあ、今日は英語やるけどさ、はい、共通テストの点数も取れるし、あとリスニングとかも一問ミスとかじゃん、はい、英語めっちゃ理解してるのに点数に全然つながってないもんね。だからそこの部分をちゃんと点数につなげるっていう形で、まあ、英語に答えられるようにしていくっていうところを見ていこうと思います。はい、うん、新たな希望は現役の時にうまく解けなかった2023年の東大英語。まず俺が何か言うより前にこれどう？冷静になって、うん、後から読んでみると、うん、やっぱり日本語としておかしい作りをしてるなっていうふうには思っててきてて、シンプルにね、情報が足りてないんですか。あ、2023年すごいいろんなさ要素があって、それは70から80字っていう厳しい語数制限の中でまとめなきゃいけないわけじゃん、はい、でも入れたいものたくさんあって、はい、その中で取捨選択多分したと思うよ、はい、これちょっと表現変えるだけであと2要素ぐらい入れられたと思う。少ない文字数の中でいかに要素を詰め込むかトレーニング。ですか、覚えるか、はい、
とコミュニティに行って戻ってくるまでの時間があるっていうことだよね、うん、なんか焦って時間がないって思い始めると、うん、もう完全に問いに沿わずになんかガンで逃走する嫌いが、うん、傾向があって、うん、時間って余る余らないですギリギリだよね、はい、そういうもん、はい、それはもうしょうがないからちゃんと一個一個自分の中の時間配分、はい、リスニングまでにこれを終わらせるんだっていうのをやるんだけど、問いに沿うのは焦ってもできるから、今日話したことっていうのは、はい、全部時間かからずにでも点数を直接もらえる、うん、まあ、そういう内容ばっかりだと思うから、はい、そこはちゃんとあのチューニングして、はい、試験本番に向けて頑張ってもらえたら、はい、いいかなと思います、はい、ということで本日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。お、こんばんは。待ち受けた早かった明けまでがお邪魔します。東大のさ、文系数学割ともう解き尽くしてる。うん、結構解きましたそうだね、まあ、ちょっとまあ東大文系数学に出てもおかしくないかなっていうのを、まあ、ちょっと作ってきたんで、ちょっと問題をぜひ解いてみてください。はい、ももかにはオリジナルの数学問題を解いてもらう。で、C の点 P における接線と分数関数が出てきて最小値というかもう選択肢が限られている、ま、目的意識として分数関数の最大最小問題どういうものがあるかなっていう選択肢がかなり限られているよね、はい、まあその文字で置くっていうのも一つなんだけど、そうか、そう、相加相乗を作る、そういうこと。あとはまああるとすればイコール t とかを置いてそのアルファの存在条件に帰着させる、その大体3パターンかな。そういうこと。え、だってラストですもんね、今日で。まあ別に質問はいつでも付けつけるけど、うん、あ、じゃあもし、うん、パッと数学見て、うん、なんか全然分かんないのが1個あったとします、うん、それに、うん、それがあったとしたらそれにちょっと時間かけてでも食らいつくか捨てて3つを確実に取るかどっちがいいか。まず3つ取る。あ、時間余ったら。そう、そうだね。3つ解いた上で時間余んなさそうだったら別に捨てればいいし、あと、3つ取れて残り1つ分かんなかったら多分他の人もその1個取れてないから、まずその3つみんな取りに行くから基本その1つで差がつくことはない。じゃあそんな感じで本日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。2つぐらい。あ、2つぐらい。ありがとうございます。頂戴します。こちらこそありがとうございます。受かります。頑張ってください。絶対受かります。はい、いや、受験前ラスト家庭教師終わりました。今から点数伸ばせることはもう教え切ったかな。うん、まあでもみんなね本当に頑張ってくれて実力はかなりついてきたと思うから、あとはその、まあ、実力っていうのを本番ちゃんとその採点者に伝える、まあ、そこの得点力っていうところが、まあ、最後の肝になってくるから、まあ、そこでできることっていうのは伝え切ったし、まあ、難しい問題の対処法だったり、まあ、減点されない方法だったりっていうのは、まあ、もう教え込んだので、もう最後の最後はみんながね、詰め込んでくれるのを期待するだけですね。信じるだけだ、うん、まあでもみんなもうやる気に満ち溢れてたからそこはね、最後まで頑張ってくれるっていうことに対しては何も疑ってないんで、あとはまあ祈りますか。うん、祈りましょう。なんかラストの家庭教師終わったから急に緊張してきたなもうこっから先は俺どうしようもできないじゃん。いやでも頑張ってほしいな最後まで。